せよ。韓国最終日、今日のね、夜のフェリーでね、福岡に帰ります。てかさ、めちゃくちゃ暑いです。したらとか、なんか大雨だって。こうだけど、プサンはめちゃくちゃ晴れてます。ちょっと今日はね、あのショッピングメインです。で、昨日の動画でも言ってた、あの地価ね、安いんですよ、ここは。もうこのままあの地下鉄にあの続いてるんで、ここで行く間ずっとあれですよ、地下商店街。雨の日とかいいですよ。韓国はあの信号がたくさんないんですよ。だから地下から結構渡るパターンが多くて、で結構韓国の道はあの広いところとかは8車線とかあるんですけど、まあ、いざとなったらあの滑走路としてね、使えるわけですね。まあでもね、多分ね、上とかのお店より全然安いですよ。もう本当にあの地元の人たちが来るみたいなあの商店街ですね。子供服とかもこんなところでずっとね、子供がちっちゃい時よく買ってました。結構かわいいのあるんですよ、韓国の子供服とか。靴もかわいい、いろいろある。でさあ、ここはいつも静かやね、意外に。ちょっと茶ヶ淵の方に行こうか。とりあえず地下からあのいろんなところに抜けれるんですけど、どこに上がるっていうのを分かってないと全然違うとこに出ますからね。ペットショップ、あれもうなくなったかな。あ、多分ある。ペットショップあるよ。茶ヶ淵市場、あの茶ヶ淵市場の方は結構ね、あの庶民的なお店があります。私これ大好き。え、これ日本であのプラムって言います。プラム、餌は3つで1100円ぐらいですね。すごい、3000ウォンとかからある。この辺りはね、ディープっちゃディープ。もうプサン来始めの時はこの裏にね、いっぱいね、あの旅館街があるんですよ。で、結構旅館とかやってるあの友達とか知ってて、よく泊まってましたね、この裏あたりいっぱい。ただ夜はあのお姉さんたちとかもうろついたりとか、ちょっとあまりいい通りとは言えないので、まあ表のいいとこに泊まった方がいいです。ディープが好きな方はまあ裏とかもおすすめですけど、ここがこんな通りだとか分かってないと、まあ、ちょっとね、あの危ないとこもあるからですね。こういうのお父さんたち好きそう。でね、安いっちゃん本当に、靴とかも。ちょっと渡ろうか。一番ね、もう6時とか早朝からやってますよ。で、釣れたてのさ、あの魚とかをさばいて食べさせてくれたりとかね、焼いて食べれますね。もう、まあ、本当に焼いてね、焼き魚定食とかやってるんですよ。これ土壌かな。このオレンジのはホヤね、ホヤ。まあカニはね、まあここもたくさんあるんですけど、キジャンっていうカニの町があって、そこがもうちょっと
安いかな。まああんなのもうたくさんの量で、あのやっぱりディスカウントで言わないといけないですから、普通にね正規料金で食べたらダメですよ。ネギってなんぼの世界ですから。あ、すごい匂いが。もう海苦手な人にはねちょっと辛い匂い、すごいよ。でもさ、ちょっと焼き魚で、こうやってとにかくあのどんどん営業してくるんですよ、朝ごはんをね。なんかこれ卵かな、なんか黒いの、黒いのは何やろ、すごい。あ、これは私も苦手なんですけど、とか全部苦手なんですけど、これケーブルって言って犬のあそこっていう意味があるんですけど、あのまあでも体にはいいみたいだけど、意外にねあれ高いんですよ。うちのメンバーが食べたことありますけど、やっぱりねちょっと見た目がねグロいのはねどうしてもいただけないですね。だからまあ海産物が苦手な人にはちょっと厳しい通りなんですけど、ただねずっと奥の方とかはシャンプーとかもあったり、なんか生活用品とかね結構いろんなものが売ってるんですよ。ただね本当にね暑い。まあね日本語であの喋りかけてくる方も多いですね、やっぱ日本人の観光客が多いからですね。でも安いねこれ、一盛りで1000円だよ。まあ安いっちゃ安い。まああの今ウエイトが悪いようにしても、まあ、それでも日本よりもまあやっぱ安いですよ。ただ韓国高いのはあの紙製品とかめちゃくちゃ高いですね。あと子供のミルクとか、紙製品っていうとだからトイレットペーパーとか、まあそういう系ですね。紙は高いですね。交通費はめちゃくちゃ安いです。ゴミ袋も高かったなあ。あと家賃、私は住むところは本当に大学の真ん前のワンルームに住んでたんですけど、そこで家賃が円で約10万ぐらい払ってましたから、福岡よりめちゃくちゃ高いですよね。焼きたて、この辺は漢方を販売してますね。結構匂いがすごい。この通りは金とか時計とかがね安いとこなんですよ。こっちね、でね、裏とかにもね結構いろんなお店があったりします。これ夜のお店かな、まだやってないとこもあるね。
これ駐車場書いてますけど、基本が30分が200円、まあ、今もうちょっとしますけど、だから日本と変わんないんですよね本当に。いやだけど、まあ、昔からねずっと韓国に通ってますから楽しいですね。いろんな楽しみ方がねありますよ。で、地下鉄の中とかで突然販売しだしたりとかする人もいるんですよ。違法なんですけどね。昔はね、なんか足が動けないふりをしてなんかビニールかぶせてあのお金の箱を置いてあの恵んでもらう人とか、そんな人もねたくさんいたし、35年前は犬とか箱に入れてね売ってましたよ。2000円とかくらいで、ペットショップとかもちろんないやつね。昔はね韓国ペットショップとかなかったからね。ここはなんか照明とか生活用品とかなんかいろんなもんが売ってます。これね、上にもね、あるんですよ。私、行ったことあるけど、上にはなんかチョゴリ作るとことか、なんかそんなんも入っとった。すごいでしょ。結構なんか韓国はあの、電気屋は電気屋とか、なんか同じゾーンでね、固まってますね。カバン屋はカバン屋みたいな。だから一箇所に行けば、こう全部が大体集まってるんで、まあいろんなとこ見ることができます。がまとまった通りですね。まあお土産屋さんもあるし、空き店舗になったな。ここもね前お土産屋だったけどやってないや。こんにちはで日本語でね話しかけてこられます。日本人に顔見たらすぐ分かりますからね。時計の電池交換してます。日本よりも3分の1ぐらい安いですね。てか日本は高いですね。だからこっちに来るときに持ってきてやってもらいます。どんな時計の電池でも交換可能です。後半群長よ。福岡は後半群長へ。最後ですよ。ね。ああ、거기서할말은한국말잘하네요。ね、옛날이파여자대학교경희대학교에단기유학을했어요。근데친구도한국에많이있는데。아그렇구나。ね。そう、いくらだろう。まあ、中に入らないとわからないですけど、まあ大体1万円が多分9000円ぐらいですね。そうなん、本当にそうなん、うん、人気がある。今日レート良かったですか？あ、僕はいいと思います。あ、今日は良かった、はい、本当にそうなんだ。 YouTuber ですか？あの、みえチャンネルって言います。みえチャンネル、ひらがなで。まだ
青虫ぐらいです。博多から。博多から来たんですか。うん。てか福岡近いけんね。そこやから。そうですよ。うん、今月あさって福岡行きますよ。本当ですか。え、すごい。1万人いる。1万、もうちょっとで6千人。すごい。え、マサオくんも有名なんでしょ。いや、僕全然無名です。え、なんか、すごい。さっき娘が知ってるとか言って。はい、あ、そんな人初めて会いました。僕が知ってくれる。なんか、サイト見よったよ。ないけ、なんか乗っとったって。ありがとうございます。みえチャンネルです。よろしくお願いします。ありがとうございます。こんなステッカーも作ったりしてます。あ、ありがとうございます。今日の YouTube に載せますね。わかりました。うん。え、どっから来てんの？茨城です。茨城？え、すごい。私の茨城。のステッカーがなくなってた。うん。え、マサオさん何歳？34歳です。若いね、まだ。ヤングやん。てか、ピンク好きなんやね。あんま好きじゃない。あ、そう全部ピンクやん。同級生ぐらいかと思いましたけど。違う、私53だ。あ、見えない。だって娘が30がおるっちゃけん。あ、そうなの。うん、こっちはまだ16ね。今度コラボレーションお願いします。ぜひぜひ、よろしくお願いします。お願いします。いつ帰るの？もう今帰ります。あ、本当、私たちも今日の夜の船で帰る。あ、そうなんです、ね、博多港から博多港と釜山港船が出てる。なるほど、うん、わかりました。はい、ありがとうございました。ファンですって言わな。あの、嘘でも嬉しいです。マサオさん、じゃあね、気をつけて。さあ、ちょっと多いね。いろんなものがあるんですよ。まあ、あのハンドメイドとかやる人にはあの持ってこいのお店なんですけどね。まあ、生地から何からパーツからいろいろあります。カーテンからこっちまちょぐりも作れます。ちょっとお仕事の仕入れをしてきます。とかいろいろある。こっち全部ちょっと待ってね。こっちかな。ゆう社長、まだある。へえ、ちょっとね、素晴らしいところでロケをされたみたいで、私もちょっとここは撮りに行きたいんですけど、教会のね、廃墟が残ってるそうで。あ、出ました、ゆう社長。ゆう社長も俳優やん。もう俳優さん、すごい。でね、この、廃教会の裏に精神病院があるんでしょ、うん、え、いいね。私もちょっとこんな感じで編集してみたい。なんかいい感じに。これ音楽は冬のソナタの作曲、あ、冬のソナタの作曲家の方がこれを音楽をね作ったんです。オリジナルです。ちょっとそのうちここに撮影に行きますよ。なかなかこんな素晴らしいところないですか。アミルミさんに死んでるんで、死んでしまったそうです。あ、ゆう社長、申し訳ございません。申し訳ございません。오늘다안틀리기만요부모의가가응아비리마이니와세다다이가쿠가한다응곡사이응와가이일본에가자이노토키다이쇼응노미네이토살았던데すごいね。だけど응코로나で약속했다。아소못다아또정말에이거めっちゃいいやん。
さあ、ゆう社長とお昼ご飯です。これデジクッパがめちゃくちゃ美味しいらしい。はい、乾杯。3年ぶり で、ね、本当にうまい。美味しいデジクッパをいただきたいと思います。イエイ。はい、デジクッパ麺入れたりいろいろ入れて、ここは有名らしい、ゆう社長おすすめのデジクッパ。あ、そうそう、あれ味付けてください。塩、ソー君、あ、これアミ、アミだっけ、これをちょっと入れて塩味。そうね、うん、うまいね。めっちゃいい匂い。全部これ。あ、私も入れたい。はい、辛口。もーちゃんも辛口にする？よし、もっと辛いのも。ほら、これ入れたら美味しい。どう、辛さちょうどいい？ん、飲んでみて。入れるやろ。で、入れた方が絶対美味しいね。あ、美味しい、美味しい、本当に美味しい。これ辛くないやつやね、うん、これは辛くないやつだと。大丈夫、うまっ。あ、辛いよ、これ辛いよ。辛くないよ。辛い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 。ちょっと勇者と食べて、これ食べたい。ほら、めっちゃ辛いよこれは。ももちゃんアレンジ。いや、もも死ぬよこれ食べたら。あ、辛い、めっちゃ辛い。てか私が辛いって言うけど本当に辛いよ。